藤川雄造10月31日から1935年6月15日は大正時代から昭和初期に活躍した彫刻家である。妻は洋画家の藤川栄子。香川県高松市の江戸時代に活躍した玉貯造国王子に持つ湿芸の一家に生まれる。香川県立高松工芸高等学校執行家に木彫家に転身卒業後上京し、 東京美術学校に入学し、彫刻を学んだ。卒業後の1909年に留学のため、フランスへ渡り、アカデミー・ジュリアンで、ジャン・ポール・ローランスに指示し、彫刻を学ぶ。これによって1912年に当時同学校に勤めていたオーギュスト・ロダンの晩年の女子となった。しかし、病気により1916年に帰国し、 3年後の1919 19年に二課会の彫刻部創設に携わり、同時に同会の会員となった。後に多くの自然主義的な概念を持った彫刻作品を制作し、菊池和夫、堀内正和等の著名な彫刻家を輩出した。1929年には著名な彫刻を育てた万主義塾を創設すると一役名を馳せた。1935年には、 帝国美術院の会員に採用されたと同時にに、課会を脱会したが、同年死去した。神奈川県横浜市、八聖殿に安置される八体の像と心境。キリスト銅像、工房大師木像。ありがとうございます。